バレーボール男子のパリ五輪予選兼ワールドカップ W 杯が閉幕し、東京で行われたプール B は米国と日本がパリ行きを決めた。僅差で3位に終わったスロベニアのティネウルナウト首相は7日の日本戦で自らボールに触ったと申告する行為が紳士的と話題に。閉幕後も自身のインスタグラムで勝者を素直に称える言葉が称賛を浴びている。画像 敗れてもなお、私たちよりも優れていた日本、おめでとう、スロベニア代表が敬意とともに公開した写真。7日の日本スロベニア戦の第2セット途中、西田裕二のスパイクが一度はアウトと判定される場面があった。日本がチャレンジを申告する前に、ウルナウトはボールに触っていたと自己申告。ポイントが日本に入り、 ウルナウトと西田はネット越しに握手を交わした場面がスポーツマンシップあふれる行動として話題となっていた。日本に次ぐ3位でパリ五輪決定を逃したウルナウトは自身のインスタグラムにこの大会で出場資格を獲得することはできなかった。私たちよりも優れていたアメリカと日本、おめでとうと勝者への敬意を示した。さらに私たちがこの夏にやってきたことは誇りに思っている。 私たちは目標に向かって努力を重ね続ける。来年にはまたスロベニアのために戦う。として、後に続く決意を記した。これに海外ファンからはンジが集まった。キャプテン、本当に誇りだよ。すべての頑張りにありがとう。みんなが示した素晴らしいスピリットを祝福するわ。キャプテンは大会を通じて素晴らしかった。あなたを知ることができて。 そしてて応援することができてよかった私たちはみんなあなたの気持ちのこもったプレーを見た。いつも誇らしい、さらに諦めないでキャプテンとしてのあなたの頑張りと献身的なところを誇りに思うわ。パリ2024のチケットを手に入れられると信じてる。と五輪本選出場を期待する声が並んでいる。